演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、クリスピークリームドーナツ、現在販売されているドーナツ、いろいろ食べてみたいと思います。で、こっちには残り1つもありますね。あとドリンクも注文しています。これも美味しそうですね。クリスピークリームドーナツは10年以上前に1回食べたことあるんですが、近くに店舗がないので食べる機会はなかなかないんですよね。なので今回楽しみです。これはでは、まずは喉が渇いたので、ちょっと喉を潤してから食べていきたいと思います。一番美味しいのかな、少なくともこの中では。最初に食べたオリジナルグレーズは本当にふわふわな生地の上に程よい甘さのグレーズがしっかり詰まっていて、シャクッとした音とともにちょうどいい甘さが広がってましたね。例えばシナモンシュガードーナツはシナモンの甘さが、甘さじゃないですね、香ばしさがふんわりとした生地とよく合っていました。常に食べたチョコドーナツはチョコレートが程よい甘さでドーナツと合わせてよく合っていましたね。甘いだけがドーナツじゃない、いや違うな、甘いドーナツなんですけど、チョコはそれをうまく引き出してつまみ。そして4つ目のチョコス、いちごスプリンクルはいちごの甘酸っぱさがただのチョコレートのまた違った味を出していて、とっても美味しかったです。これもまた美味しかった。では次、こちら期間限定チーズクリームを食べてみたいと思います。ふんわり、さっくり、しっとり、生地もいろいろ、どれも美味しい。でも一番は、しっとりかな。レアチーズクリームがクリームの甘さに、チーズの風味がしっかり効いていて、ふわっとした生地を買っていました。チョコスプリンクルはストロベリーとは違う、チョコの純粋な甘さ、スプリンクルの食感にまたよく買っていましたね。抹茶オールドファッションはほろ苦い抹茶の風味が生地からもチョコからも二重で感じることができて、2種類に同時に楽しめて美味しかったですし、最後4つ目のキャラメルハニーナッツはキャラメルの程よい甘さとナッツの食感がバリバリとした音が心地よかったです。では次はこちらのちょっと派手なやついってみますね。配分間違えて最後チョコ系ばっかりになった。でもチョコもやっぱり美味しい。最初に食べたドーナツはベリーのジャムの甘さが甘いものだけじゃないというイメージを出していましたね。少々になってチーズクリームを合わせてチーズケーキのようなイメージがあるかもしれません。チーズケーキはさっきも食べましたが、それとはまた違いますね。そしてチョコオールドファッションはシンプルな生地、シンプルな食感、シンプルな味と、だからシンプルばかりいきますね。チョコドーナツでチョコを堪能したい人が好きですね。そしてチョコクリームのドーナツは中に入っているカスタードは結構濃厚でチョコとうまく張り合っていましたね。ただもうちょっと優雅した方があったかなとも思ってしまいました。そしてアーモンドとナッツのドーナツ、キャラメルドーナツはアーモンドのスライスはちょうどいい感じにトッピングされていて、その食感がナッツとはまた違っていて、美味しかったね。変化を出すというのがありますね。そして最後に食べたチョコミント、なんか配分間違えてチョコレート系ばっかり最後に来ましたね。これはかなりミントが強烈なので、好みが分かれそうだなという感じでした。強烈なのでチョコミント自体分かりやすい部分がありますが、さらにそれが分かりやすくなっているような印象でした、ね、でも自分は美味しくいただくことができました。そして最後にこのドリンクも中でここのプチプチとした食感と甘酸っぱいヨーグルトの酸味がうまくマッチしている、とっても美味しかったです。青いの何だったんだろうな。というわけでクリスピークリームドーナツ、現在販売する全種類食べてみましたが、どれも美味しかったです。ドーナツと大変ですかね。県にもできていないからお店というわけで、今回は全てを統計した上でこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。